はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。今回は LT スパイスのロジックシミュレーションを使って論理と&オアゲートについて考察していってみたいと思います。&とか OR とか、まあ、論理ゲート、まあ、よく使うものを並べてみますとこの8種類になるわけなんですね。まあ、右側が OR のグループ、まあ、左側が&のグループですね。 OR のグループは入力のところがこう R になっていますよね。 And は直線になっている、まあ、そういうシンボルになっています。これはですね、ミル記号といって、本来ミル記号はですね、ちゃんと寸法と比率が決まっていて、まあ、もうちょっとかっこいいんですね。まあ、今回私が書いたこのシンボル、ミル記号もどきとでも言いましょうか。まあ、オアかアンドがわかるので、まあ、この程度で許してあげようというふうに考えてください。まあ、そうしてこのアンドゲートとオアゲート、ところどころにこういう丸のマークが入っていますね。これは皆さんよくご存知のように、まあ、出力の論理あるいは入力の論理を反転するインバーターの丸のマークなわけなんですね。まあ、そういうのが随所に散りばめられていて、まあ、一体どういう関係があるんだろうっていうふうに思われていると思います。そこでその辺の関連を説明していきたいと思いますけども、まず一つ頭の体操として簡単なロジック回路を考えてみたいと思います。こちらに書きました回路図、これはですね、ここにスイッチが2つあります。スイッチ1、スイッチ2、このスイッチのどちらかを押すとここの LED が点灯するというふうな回路を目指しているわけなんです。そしてここの中にですね、それを実現するためのロジックを入れれば OK っていうふうな形まで書いています。まあ、その前後にですね、何かこう三角のバッファーのようなものがありますけども、これはこの外側が 3.3V のロジックで動いているのに対して、この中は 1V のデフォルトロジックで書きますので、レベル変換を入力と出力でしているというふうな、まあ、そういう IC ですので、まあ、論理的にはないに等しいというふうに考えてください。シンプルに考えますとね、このスイッチ1と2どちらかというふうな形になりますから、これはオアっていうふうに考えるのがまあ普通ですよね。まあ、ですからここにはオアゲートのシンボルを持ってくればいいんだというふうなことになると思います。では早速ここにオアゲートのシンボル持ってきてみましょう。このような形でオアゲートのシンボルを置きました。まあ、こうすればですね、入力のオアが出力に出ますから、どちらかのスイッチを押せば LED がつくはずですっていうふうに思うわけです。まあ、ちょっとこれを試しにシミュレーションしてみましょう。このような結果が出ました。まずですね、こちらの入力、この D0 と D1、 この茶色と赤が入力ですね。まあ、そうしてここの出力 Q がこのオレンジですね。結果としてここに電流が流れているかどうか、つまり LED がついているかどうかをここで見ています。まあ、これこの辺見ますとね、10ミリほど流れていますよね。まあ、この区間ちょうどこの区間で LED がついているということがわかります。まあ、本当はですね、ここの回路図シートで LED が本当にチカチカしてくれればね、より分かりやすいんですけどね。まあ、さてこの時ロジックは希望通り動いているでしょうか。まずこの茶色のスイッチ1の信号を見てみますと、まあ、スイッチですからね、こう押しますとここをグランドになってますので、このレベルはローレベルになるわけですよね。ですからここで押されてローレベルになっています。そしてここで離されているんですよね。
でもう一つのスイッチ2の方もですね、ここでこのタイミング、ちょっとスイッチ1より遅れることのタイミングで押されて、まあ、そしてまた離されているわけなんです、まあ、そうしてですね、期待していることはスイッチ1あるいはスイッチ2どちらかが押されていれば LED を点灯させたいというふうな、そういう命題ですから、スイッチ1が押されているタイミング、ここから、そしてスイッチ2もスイッチ1も離れているタイミング、ここまで、この区間 LED がついていてほしいわけですね。まあ、ところがですね、まあ、シミュレーションの結果としてはそれよりずっと幅が狭くなっていますね。これどういう条件になっているかということを見ますとね、これやはりここの位置に持ってきますと、どう見ましてもですね、スイッチ1が押されていて、かつスイッチ2が押されている時だけ LED が点灯しているというふうな、まあ、そんな条件になっていますよね。スイッチ1かつスイッチ2、まあ、かつっていうことになると、まあ、これはアンドゲートになるわけなんですよね。まあ、両方の論理積で出力があるということになるわけです。まあ、これ見ますと、どう見てもこれオアゲートなので、まあ、論理積ではないはずなんですよね。まあ、ここに実際の論理とアンドオアの複雑な関係があるわけなんです。まあ、これは入力からですね、ハードウェア固定で考えていって、あ、ここ0レベル、ここ0レベル、ここが 3.3 ボルトレベルとか、まあ、そんな風にして追っかけていくとですね、まあ、このシミュレーションと同じ結果をまあ得ることになるんですけども、まあ、回路を設計するという側から見ますと、このどちらかのスイッチが押されたというふうなオアという意味が、このオアゲートで成り立っていないということがわかるわけです。まあ、これは答えを言いますとですね、このスイッチはアクティブローなんですね。つまりローレベルでアサートされているわけなんです。信号が有効というわけですよね。そしてこちらも同じです。ということはこの信号ラインは、まあ、そもそもローレベルの信号だというふうなことになるわけです。つまりローレベルが有効だっていうふうな信号ということになるわけです。で、それに対してですね、このオアマークはですね、セロンリ、つまりハイレベルで有効でオアになるような、まあ、そういうシンボルなんですよね。ですからここを入力がローレベルで有効になるシンボルに取り替えればいいわけですね。それはまあどういうことかというと、ここの入力のところに丸のマークがついているものが必要なわけなんです。まあ、少し拡大しまして、まあ、入力の部分に丸がついているシンボルはこの2種類あります。まあ、いずれも入力に丸がついていますけども、出力に丸のあるものとないものとというふうな形になっていますね。そうするとこれはどちらを選べばいいんでしょうということになるんですが、それはこの出力の LED がどちらのレベルで点灯するかということになるわけですね。つまりこの LED のアクティブ方向ですね。これ回路から見ましてね、ここの仮想度の部分がグラウンドになる、つまり0レベルになったとき上から電流が流れてくるのが見えていますので、これはローレベルでアクティブ、アサートがローだということになるわけです。ということはここの出力も、まあ、実はフロンリだということで、こちらの出力に丸がついているものが選ばれなければいけないということになりますよね。それで正解はこんな風な形になりますでしょうか。入力に丸が2つ、出力に丸が1つという、そういうゲートですね。これシミュレーションしてみましょうか。期待通りこのように幅が広くなりましたね。両方のスイッチがどちらかが押されている場合、まあ、その時に LED に電流が流れているという論理になったわけです。まあ、理屈は分かりました。つまりセロンリとかフロンリとかを考慮して、フロンリは丸をつけて対応すればいいんだということになるわけなんですけども、こんな形のゲート
データシートを探しても世の中に販売してないですよっていうふうに思われた方もいると思います。まあその通りなんですけどもね、実はこれはですね、本当の姿があるんです。これ中ダブルクリックして中の階層シートを見てみましょうかね。こんな風になっています。まあ、これ LT スパイスのシンボルで使ってますのでね、空きピンが何もつながってないんですけども、 A と B の入力に対して Q の出力がありますということで、これ見ますとね、丸ここついてますけどこれ使ってないですよね。丸のついてない単なるアンドゲートなわけです。ちょっとこちらに寄せまして、このオアゲート、入力に丸、出力に丸のあるオアゲートは実は中身は普通のアンドゲートだというふうなことになるわけです。これについて説明していきたいと思います。つまりセ論理あるいはフ論理を表すためのこの丸マークとアンドオアのこのシンボルの関係ですね。これは冒頭に出てきたシンボルの図なんですけども、この右と左実は同じものなんですね。そしてデータシートとか基本的にロジックのシンボルとしてはこの破線で囲った方で記述されています。つまりアンドゲート、オアゲート、ナンドゲート、ノアゲートという形で記述されています。しかしながらですね、このアンドゲートは2入力のフ論理の1フ論理出力のオアゲートと等しいということになるわけです。この右と左が同じものだということを言っているわけです。このシンボルの変換ルールはもう至って簡単です。例えば丸のないところに丸をつけますとね、他のピンも全部丸をつけなければいけなくなります。そして同時にこのゲートの形が逆転します。アンドだったらオア、オアだったらアンドという感じですね。こちらのオアゲートはここの入力に丸をつけますとね、出力にも自動的に丸がついて、オアゲートがこちらのようにアンドゲートのシンボルになるわけです。このナンドのようにですね、そもそも片方に論理の反転がついている場合はどうなるかと言いますと、全部に丸をつけますとね、これ丸かける丸で打ち消し合ってなくなりますよね。でそして入力に丸が残って、なおかつシンボルが逆転しますというふうに、このシンボルをひっくり返したいときはですね、全ピンに丸をかければいいという、そういう論理になるわけなんです。至って簡単ですよね。さてそんなことを言うのは簡単なんだけども、本当にそうでしょうかっていうことをこれから実際に動作させて確認していってみたいと思います。こちらが一番最初のアンドゲートと、それのオアの形にしたフロンリのオアゲートですね。こちらの左側にあるこの回路、これはパターンを作るための回路ですので、こちらはもう無視していただいて、ちょっと回路図を拡大してみましょうか。こんなような形でですね、ここの D0、D1 のところにですね、ロー、ロー、あるいはハイ、ロー、ロー、ハイ、ハイ、ハイというふうにこう論理、レベルですね、論理レベルを加えたときに、この出力はどうなるかということを書きますとですね、ここにロー、ロー、ロー、ハイというふうな形になるわけです。ロジックをですね、このようにシグナルのレベルでローとかハイとかそういう言い方で追いかける方もいらっしゃると思うんですけども、より大きなロジックを理解していくためには、おそらく信号をですね、ここに書いてあるようにアサートとかネゲートとか、つまり論理が有効無効、ソフトウェアなんかですとね、トゥルーとかフォルスとか、そういう表現でした方がより理解が進む場合があるわけです。こちらのことを考えますとね、このオアゲートなんですけどね、フロンリです。フロンリですから入力がロー、これ同じものがつながってますのでね、入力がローだった場合、ここはフロンリで、ここアサートですよね、有効なわけです、ローですと。もちろんこちらもアサートです。そしてここがハイになっていますよね。このハイのところはこのフロンリで考えた場合はネゲートなわけなんです。
まあ、そうやって心理値表を作っていきまして、出力の結果をここに並べますとね、どちらかがアサートされているときに出力がアサートされていますので、まあ、これはオアゲートですよね。まあ、ただし不論理のということになるわけです。シミュレーションしますとね、こんなような結果になるんですけども、このオレンジと紫はそれぞれオレンジと紫というふうな形、出力の結果をまあ見ているわけなんですけども、ここの部分、まあ、つまりこの D0、D1 の2つの入力がハイレベルとハイレベルの時にハイになると、まあ、このアンドゲートで見ますとね、分かりやすいですよね。両方ハイ、ハイになって両この出力もハイになるというふうな形になるんですけども、まあ、これはまあ言い換えますとね、セロンリーで両方がアサートされたので出力もアサートされてますよという見方ができるわけです。まあ、ところがこれフロンリーで見ますとですね、これ両方がネゲートされているわけですね。その論理の考え方から見ますと、そうすると出力もネゲートされていますと、まあ、ただし出力も入力も全て論理が逆転しているわけですから、ここに出てきている信号としては同じなわけですね。つまり不論理で考えた場合、この区間がアサートになっているわけです。そしてこちらの区間がアサートになっているわけです。セロンリーで考えた場合には、このハイのここの部分、この部分がアサート区間で、こちらがネゲート区間になっているわけですね。このようにですね、論理をどう見るかによって同じ出力でも見方が違うという、まあ、ちょっと複雑な話になっていくわけです。そんな複雑な話はもうやめて、もうハイとかローとか信号のレベルで考えればいいじゃないですかっていうふうに、まあ、思われる方もいらっしゃると思います。しかし先ほどのスイッチのところで体験したようにですね、有効アサートがローなのかハイなのかによって、その信号を追わしたいアンドしたいっていうふうになった時に、実際に持ってくるシンボルがオアなのかアンドなのか、まあ、このようにですね、論理を含めたシンボルで考えないと正しく部品を選択することができないということになるわけなんです。まあ、それではコツが分かったので、まあ、駆け足でまず次のオアゲートについて調べてみたいと思います。これもですね、セロンリとフロンリで、まあ、シンボルが違うわけなんですけども、出てきている結果は同じですね。まあ、どちらかがアクティブになっているとき、まあ、セロンリで考えたとき、どちらかがアサートされていれば出力がアサートされていますっていう論理になるわけです。まあ、それはこのシンボル、逆にフロンリで考えたときはですね、両方がアサートされたときに出力がアサートされるっていうことになるんですけど、やはりそれは論理が逆転してますから、両方がアサートされた時っていうのは、つまりこちらの信号もこの黄色の信号も両方ともローの時っていうですね、まあ、カーソルでざっくりエリアをこう囲みましたけども、このカーソル位置より外、こちらも外がこの不論理で考えた時のアクティブ方向、つまりアサート方向なわけですね。そうすると出力も不論理でこういうふうにアサートされているというふうに考えるわけです。まあ、今度はナンドゲートで、アンドゲートの後ろに否定の丸があるやつについて同じように確認してみましたけども、まあ、これは今までの考え方の延長ですから、もう皆さんもう素早く理解できてきているんじゃないかと思います。まあ、こちらの結果はノアゲート、それの不論理のゲートの形ですね。まあ、結果は当然同じです。まあ、判定のエリアが少しまた変わるわけですよね。まあ、このようにですね、基本はこの4種類しかないんですけども、論理に合わせてこの丸のついているシンボルを上手に使うことによってですね、回路図を意味合いを持って分かりやすく書けるような形になるわけです。まあ、最近ではね、このような形でミル記号で書くっていうことは少なくなってきました。皆さんロジックは論理で書きます。ですから、なんか2つの信号のオアという時にはですね、まあ、オアの記号
まあ、縦棒を使ってですね、まあ、そのまま A or B というふうに書いたりしますので、こんなふうにシンボルでですね、丸があるとかないとかそういったことを気にすることがまあほとんどなくなってきたわけなんですけども、まあ、しかし、まあ、ある時このグルロジックってまあ呼ばれるんですけども、ある周辺を作った時にですね、その別の周辺とつなげるのに、まあ、ちょっとだけ and or のロジックが必要なんていうようなことにまあなるわけです。まあ、そのような時にですね、この記述の方法を、まあ、理解しておくと、まあ、とても役に立つと思います。まあ、今回は組み合わせロジックのシンボルとセロンリ・フロンリの話でした。